褒められたい。僕は褒められたい。だけど最近怒られてばっかり。褒められるどころかなぜか怒られる。一歳の妹は歩いただけでお母さんに褒められてる。僕も歩いてるのに全然褒められない。妹は ご飯をもぐもぐするだけで褒められる。僕は早く食べなさいと言われてもぐもぐしても褒められない。ご飯をぜーんぶ食べても褒められない。なぜだろう僕のこと嫌いになったのかなそれとも、なんでだろう お母さんに聞いてみたいけど、聞いたら怒られそうで聞きづらい。僕だって褒めてもらいたい。考えた僕はお手伝いをしてみることにした。お母さんの畳んでいる洗濯物を一緒に畳んでみた。お母さんは、ありがとうと言ってにっこりしてくれた。 僕は心の中でガッツポーズした。調子に乗ってどんどんスピードを上げてたたんでいたら、きちんとたたんでちょうだい。お母さんの顔がさっきのにっこり顔から少し怖い顔になってる。また怒られた。なんとなくやる気がなくなって部屋を出て行った。 僕はもっと褒められたい。妹のようにたくさん褒められたい。僕は褒めてくれている時のお母さんの笑顔が大好きだ。笑った顔は世界一可愛いと思う。お母さんが笑っていると幸せな気持ちになる。夜、 お母さんとお風呂に入った。背中を洗ってあげたら、ありがとう、と言って笑ってくれた。そして、気持ちいいわ、とっても上手ね、と褒めてくれた。僕は幸せになって、その日の夜はぐっすり眠れた。朝、 目が覚めた。起きなさい。早くしないと遅刻するわよ。お母さんの怒っている声が聞こえる。お母さんの声は、今日も元気いっぱいだ。